昭和11年、監督は地元の旧制東京府立第三商業に進学します。久しぶりに母校を訪ねた監督、図書館に自分のコーナーがあり、いささかおもはゆい。まあ、あのね、昭和11年から15年まで、あの5年間自転車通学しました、自転車で雨の降る日も雪の降る日も風の吹く日も自転車です。まあ5年間、まあ、今考えるとね、何をしてたんだろうと思うけども、当時はちょうどまあ戦争に入る前でしたからね。まあそんな時代の雰囲気の中で5年間をこの学校で送りました。下町育ちの監督はその後旧制弘前高校に進み、映画監督への道を歩み出します。映画に興味を持ったきっかけっていうのは何だったんでした？いや、何にもなくてね、はい、いやね、戦後はね、就職難だったの、うん、非常にその大学を出てもね、職がなかったんだよね。でどこでもね、会社受けてね、入ったところ入っちゃったんだよ、うん、だからたまたまその撮影で試験があって、でそこへ受けたら入ったんですよね。ルパン三世の映画を受け負ったって書いてあるんですけど、これはどうしてですか？ずっとあのテレビのルパンを2、3年やったのかな、うん、でその時にその映画も作ろうって言うんで、そのルパン三世の映画をやったわけね。この場合なんてね、お金がないんだよ。やっぱりね、お金がないとね、絵もなんとかな、ラフっていうのかね、うん、あんまりいい出来じゃなかったね、これね。まあ映画界なんてろくなとこじゃないからね、あんまり来ない方がいいよね。監督の意外な言葉です。あ、そう、はい、じゃあ頂戴しておきますね。じゃあ皆さん元気でね。下町っ子の照れか、それとも監督人生50年の本音なのか。帰宅した監督は珍しく着物に着替え、机に向かっていました。一文字一文字丁寧に、この一句が今の心を語っているようです。とつおいつ老山のなり白い道、特定はい、じゃあ本番いきます。映画もいよいよ大詰め、映像と音とを合わせるダビング作業です。この時すでに徹夜3日目。最初のポンがストぐらい、ポンポンポンって行きますね、だからこっち来て墜落するじゃないか、穴に、はいはいはい、その頭だけ。撮影開始から早1年。2005年の春、4月の半ばになって桜がやっと満開になりました。今日は清純監督を師匠と慕う元助監督さんたちに誘い出されて花見の宴。東京であれば、ね、一番いいカットってのはタイトルバックだったんだよ。タイトルはこっちが撮ったなんだって、俺どうせやんだってあれおばあさん探してこいって言われたんですよ。あ、そうなの。現場で下田で、おでおばあさんってさ、どんなおばあさんがいいんだろうって連れてた。全部気に入らないんだよ。あ、そうなの。鈴木さんはさ、千人って言うけどさ、まだまだ神座十徳の世界まで行ってないんだね。要すればまだお色気多分にあるわけですよ。俺なんかまるでも色気がなくなっちゃってさあ、そういえばさ、この間鈴木さんが30歳の妙齢の夫人と
なんか手をつないだとは言わないけども、すごく仲むずまじくねっていうふうに聞きましたよね。それは違うよ。あ、全然違う。で、スイさんがね、ものすごくね、嬉しそうな顔してね。また大きな声で言うなよ、そんなこと。この次やるときはさ、僕、助監督のチーフにしてくださいよ。いや、セカンドでもいいや。活動屋さんの青春が戻ったひとときでした。いや、マジマジ、この間。5月18日。監督の姿が成田空港にありました。1年かかった映画がカンヌ国際映画祭の特別招待作品として上映されることになったのです。我が青春のダリエル・ダリュー、ポチュウ監督、いってらっしゃいませ。いや、さよなら。純監督82歳、でもますます華やか。世界三大映画祭の一つ、カンヌ国際映画祭。すごいな。ホテルに着くなり取材が殺到します。まあ、だって俳優ってのはみんな化けますからね。世界での期待の大きさは日本でのそれ以上です。超満員の観客に迎えられ、特別上映は大成功。さらに長年の実績に対する特別栄誉賞も受賞。鈴木清純、ここにありと世界にアピール。年寄りになった時に、まあ、その枯れてるとかなんとか、その枯れてると言われるのは一番嫌なのね。うん、なんでも年寄りになると枯れてるとかね、孤独だとか言うわけですよね。そんな目で見てくれるなっていうのね。それだから、まあそういう、なんですかな、年を取るほど華やかにっていう、まあそういう題材のね、ものをね、やってみたいと思ってますよね。年を取るほど華やかにと老いを見つめつつ、明日に向かう清純監督。歩き続けるその姿は凛としていました。